暑いの。ハローエブリワン。今年もまたまた暑いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は観音新町です。太田川デルタ地帯の最後の埋め立て地ですね。観音新町にはマリーナホップ、三菱重工観音工場、広島西飛行場、総合グラウンドなどがあります。総合グラウンドは広島カープの初代本拠地球場で、新婚旅行で来日されたジョー・ディマジオとマリリン・モンローさんはここにも来たようですね。当時のカープの選手に野球を教えたそうです。マリーナホップは2025年にリニューアルされますので、現在の様子を撮影しておきたかったんです。その他に皆さんご存知でしょうか？マリーナホップのさらにその先に小さな砂浜があるんです。今回はその観音マリーナ海浜公園のほか、マリーナホップ総合グラウンドの3カ所で車を降りて撮影しました。それから観音新町は三菱重工の社員の方が多く住んでおられるんですが、最近社宅がどんどん取り壊されてるんですよね。何かあるんでしょうか。今回はそれらをめぐってドライブしています。それでは見てみましょう。どうぞ。左角の建物が広島県タクシー協会です。いつもお世話になっております。左に見えるのが市営観音新町東住宅2号棟です。そしてこちらが1号棟です。立派な建物ですね。広島県外ではいわゆる団地ですね。そして今度右手に見えるのが同じような建物ですが、こちらは三菱重工の社宅です。社宅。あ、壊してる。ここも壊しとるんじゃな。左角の防音シートに覆われた建物は三菱第二観音寮です。古くて不評でしたね。右手の白いアパート群は三菱観音アパートです。側面にスリーダイヤがありますね。寄り道で。
左手はひろこタクシーさんです。広島で有名なタクシー会社の一つですね。道が細い。ギアなりです。狭い道に入ってしまって動揺してますね。シフトレバーがバチッと弾かれてめちゃめちゃ手が痛いんですよ。右手に見えてるのが三菱第三観音寮です。あれ？ここ全くなくなっとるな。あ、なくなってますね。ここはな、これ全部なくなるんか。左の白い建物も三菱観音アパートです。空き家だな。人が住んでねえよ。ここも取り壊されるのでしょう。誰も住んでねえよ。誰も住んでないな。右手が良好テニスクラブ。良好とは三菱重工業のことですね。三菱電機を良電と言ったりもします。さあ、三菱の社宅はこれでおしまいにして、カープの初代本拠地球場、県営総合グラウンドに行きます。高校野球夏大会の予選もここで行われます。会場が1941年になっていますので、約80年前ですね。当時の面影ってあるんでしょうかね。
県営総合グラウンドをぐるっと一周して先ほどの両校テニスクラブに戻ってきました。続いて広島マリーナホップに向かいます。名物の2連続クランクが緩やかな S 字カーブになりました。
さあ、それでは観音マリーナ海浜公園に行ってみましょう。今回はこれでおしまいです。動画が良かったと思われた方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまたね。